そばに。ならん。想像の域を超えてるな。現実に目の当たりにして、実際自分の目で見たら、ひどいというかむごい。でもなんか人が住んでたと思えへんね。だって片鱗で何が建ってたかっていうのが分かるだけになんか言葉出へんね。すごいな。処理でも何でもそうなんですけども、地元の人たちが瓦礫処理をやれだったらいいんですよ、うん、ある程度違うところから来て、うん、あのそのまま早いからって、うん、わーっとそのもしやられた場合には、まあ航空こういうのもそうですね、うん、遅く起こってゼネコンみたいなのが来て、ここ安いですから道路でも何でも整備しましょう、地元の業者使わないでやったら地元にお金が下りないで、まあ雇い入れで、あのそれこそ親から子孫か分からないけど、下請け業者にこう やってくるで、それだって、まあ、金跳ねされてやりますから、そうね、うん、だから、やはり地元にお金が下りない限りは、復興にはならないですね。水産特区の放送で、今まであの漁協を中心にして、その養殖漁民がまとまって漁業権を与えられて、それが漁協中心に優先権なんですよね。それをそこの中に大企業とか企業も参加できるようにするということにするんだけど、あの漁民ってのはそこに住んでるわけですよ。だからそこで単に魚取るだけでなくて浜守るっていう役割もあるわけね。まあよくその中身をよく知ってて浜守んないとまた魚も取れない、ウニだってそうだし、ところが企業が入ってくるってのは取って利益をどう上げるかってしかないんだよね。浜守るとか地域守るとかってのはそれ全然ないんで、これはもうえらいことになる。
さん。